皆さんお元気ですか？カカジーです。今日はこちら、何にもない。よし、これかな。これだ。いざ、どっこいせーの、ほいと。はい。この辺、この辺かな。あ、いい感じかな。お荷物が届きました。ってことで、開封動画だね。あ、久しぶりだ。こちらは、チャームさんから、本日お荷物が届きましたよ。よし、じゃあ早速開封行こうか。開封の儀取り行います。はぁー、うっ、ちょ、はぁ、チェスト、がっ、ゆっ、ぐっ、が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 っ、あにぃ、君の奥義、ちょっとリーさん気味ってことでね、今日はテープ一本だったよ。さ、早速開けてこか。はい、オープン。ん？オープン。これ、これはね、これは個人情報が書かれているから見せるわけにはいきません。さあ、改めましてオープン。ん？ね、おなじみのチャームさんのクッション紙だね。はい、ほーい。さあ、続きましてはこちら。はい、ドン。お、メートル？ほら、エアー調整バルブ、プラスチック製だね。はい、中身が出てきました。これね、ここから、よいしょ、ほら、分解できるんだな、外れるんだ。で、それぞれチューブをね、くっつけて、まあ、こっち側を水槽側にすることが多いかな。で、水替えの時とかね、水槽を移動する時とか、こう、パカッと外して、ひょいって持っていけるんで、こう、いちいちチューブの抜き差しをしなくてもいいっていう優れもの。ここで流量も変えられるっていうね。なので、愛用してますよ。続きましてはこちら、ドン！はい。水作さんのプロホースのエクストラ LLL、 うちにね、これの S っていう細くて短いタイプはあるんだけど、やっぱ30センチ水槽とか用なんだよね。で、新しく60センチの水槽を立ち上げ中なんで、それ用に買いました。これで素早く水替えが可能になると思われますよ。続きましてはもうここ大物なんだな。取り出せっかな。さあ、行くぞ。出てこいよ。おいで、おいでの、おいでの、おいでで、あ、おいでの、おいでの、おいで。はい、出た、出た、出ました。このおなじみの発泡スチロール。ああ、よいしょ、よいしょ。さあ、これに何が入ってるかな。さあ、この発泡スチロールね、これは生態が入ってるという証だす。さあ、何が入ってるのかな。さあさあさあ、ドア開けてこっかな。ここで止まって、ここで止まって、ちょっと。はい、開封の儀取り行います。はぁ、よっ、いやー、あ、なんか変な感じになってるぞ。さあ、これうまく開けられっかな。
さあ、開封の儀、取り行います。かなり難易度の高い、破れちゃった。今回グダグダですぞ。はい、無理しないね。中生体入ってっからさ、無理しないで。やっぱこういうね、便利な道具を使って、はい、巻き込み右に左に巻き込んだ。チーク道具、巻き込み、手も巻き込んじゃった。はい、ポイント。さあ、いよいよ。じじ、息が絶え絶えだけども、さあ行きますよ。オープン。まだ見せないよ、なんてな。なんか湿ってる。いやね、なんか画像撮れって。袋を開ける前に全滅とかしてたら先にね、撮影しとけって。ほほう、なんか久しぶりにチャームさんで生体買ったけど、なんかちゃんとした注意書きが入ってるね。ほう、いやー、ますます便利になってくね、チャームさん。さあ、アイオープン。今回2種類生体を買いましたが、どちらもたくさん買いました。さあ、まず1種類目、こちらから行こうか。せーの、ドンと。めちゃ、はい、めとる。ほら、はい、たくさんの、よいしょ、南沼エビさんたちだね。南沼エビさんを買いました。はい、こちら彼らに60センチ水槽とかね、あと全員60センチじゃなくてね、いろんな水槽に入ってもらってお掃除に頑張ってもらいますよ。さあ、ラスト行こうか。ちゃちゃっと行こう。はい、ドンと。はい、なんだこれは。マシジミ S サイズ1匹じゃねえだろ。はいね、たくさんのセットを買いました。これも、この子らも、ちょっと死んでるのが1匹いる。まあしょうがないよね、生き物だからね。はい、このぐらいは目をつぶりましょう。ってことで、この子らにも60センチ水槽をはじめ、いろいろな水槽に入ってもらって、水の浄化に奮闘してもらおうとね。ただね、このマシジミ、淡水シジミさんはね、どうしてもやっぱり長期飼育が難しいっていうことで、うちもね、今もうずいぶん前、2年ぐらい前に買ったのかな、そのマシジミさんたちのうち生き残りはたったの1匹。この1匹がしぶとくってね、青鉄水槽さんのところに入ってもらってるのが1匹だけ、未だに生きてるのかな、多分生きてんだと思うんだよね。ということで、どうしても消耗していく感じのこう飼育の仕方になるから、ちょっとね、導入するの、躊躇するんだけども、今回ね、新たに水槽を立ち上げて水の浄化能力を高めたいっていう、今回目論みがあるんで、来てもらいました。なんとかね、長いこと頑張ってもらえるといいんだけどな。この南沼エビさんとマシジミさんのタッグで60センチ水槽をね、どう進めていくのか。今回ね、
ちょっとした実験水槽だったりするんでね、これがうまくいくかどうか、こうご期待。この辺のね、導入もまたやっていくからね。ということで、本日はチャームさんからのお荷物開封動画でした。はい、シーくんど極めましょうね。ずっさ、はい、さようなら。いや、お元気で働いておくれよ。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。